久保さん。まあ、確かにね、今世界に一つだけの花、聴いてる人少ないかもしれないですね。オレンジにしましょうか。あの、スマップの曲でオレンジっていう曲があるんですけど、<laughs> いい曲ですよ。オレンジ。オレンジだったよな。これね、YouTube ででも出てこないんですよね。聞きたいんですけど。オレンジ確か。 スマップスマップのオレンジがね、あんま出てこない。あ、あ出てくる。ライブ、うん。もう20年前ぐらいの曲だと思うんですけどね。はい、これね、多分一部の、多分ね、まあ、世界に一つだけの花はめちゃめちゃ売れたけども、オレンジは多分、一部の人なんですよね。うん。何だろうな。 あの一部の人に届けば僕はいいと思うんですよ、ね、うんなんか大多数、えー、まあ僕の発信もずっと変わらずなんですけど一部の人に向けたメッセージなんで、まあ、久保さんもそうですけどね久保さん僕が仮想通貨あんまり発信しなかった理由は、まあ、アクセスは取れるけど僕自身があんまり興味なかったというかまあ興味がなかったからこそ資産をねあのそんなに増やせなかったっていうのもあるんですけど。 うーん自分のそのポジショニングというか自分の立ち位置ですよねそれを決めちゃうと楽かなと思いますね本当に自分はこれがいいっていう自分はこういう生活でいいっていうだ上を向いて歩こうっていうね上を向いたらキリがないので、うん、どこまで上まで行くんですかみたいなあの金木星ですかみたいな。<laughs> 海王星まで行くんですかみたいな <laughs>。もうね、切りないんですよ。海王星って結構遠いですよね。どうなんだ一番遠い星ってどこなんだろう。上見たらマジ切りないですよ。だから下を固めるっていうね、僕は行き着いたんですけど、下を固めるっていう。うん。大地を固めるっていうね。うん。僕はそこに行き着きましたね。大地をか、大地を固め、ふと空を、気が向いたら、 ふと空を見上げるっていうね。大地をひたすら固め、ふと気づけば空を見上げるっていう。<laughs> そうみんなね、上ばっか見てるんで、つまずくよっていう、うん。それが僕の答えですね。これからも。これからもその大地をね、作り続けていきますけど、土台を。はい、ひたすら、ある一定の人にね。ただ、 10年後、20年後、この発信のスタイルが、少し多くの人にリーチできるかなとは思ってます。多分。うん。それは、もう本当にちょっとずつなんですけど、本当にちょっとずつですよビビたる、本当にビビたる数なんだけども、その、ファンの数っていうのが、やっぱ、久保さんもそうだと思いますけど、昔に比べると、ファンの数ですよね。なんだ、大衆の数じゃなくて、 ファンの数っていうのが増えてると思うんですよ。だから僕はそのファンの数が、まあこの続ければ、まあ増えていくかなと。ある一定のファンを獲得できるかなと思います。だからまあ愚直に続けていきますけどね。うん。はい。いってらっしゃい。